スマートフォンの Google アシスタントを使って、どのくらい会話が進むか試してみた。シャッターを押したとか、検索は一回限りですが、トンチ、謎かけなどは、しばらく続けられます。こんにちは。今日もよろしく。こちらこそよろしくお願いします。シャッターを押して。はい、撮ります。動物の鳴き声でゾウさんの声。こちらがゾウです。スズメの鳴き声。スズメの鳴き声です。ウグイスの鳴き声は？ウグイスの鳴き声です。サイコロを振ってください。5です。コインを振って。表です。なぞなぞをやりましょう。では、こんなのはいかがでしょう。四角なのに、三角なものってなんだ。さあ、考えてください。では、答えをどうぞ。口。正解は、漢字の口です。見た目は四角、漢字の画数が三角なので、なぞなぞ、もう一ついかがですか？はい。では、喜んでもう一つ。ずっと話し続けている道具ってなんだ？答えを考えてください。答えをどうぞ。マイク。正解は、シャベルです。もっとなぞなぞしますか？はい。わかりました。では、もう一つ。8.99999、これは何という鳥でしょう。今から答えを考えてくださいね。電卓。それでは、答えをどうぞ。わかりません。正解は、クジャクです。九尺なので。もう一問、挑戦しますか？はい。それでは、もう一つ。自転車、テレビ、サッカーボールを積んだ軽トラックが、急カーブで、あるものを落としました。さて、それは何でしょう？今から、答えを考えてくださいね。それでは、答えをお願いします。スピード。すごい。まさかここで大正解が来るとは。わー！もう一回やりますか？はい。では、こんなのはいかがでしょう。近所に住んでいる、いつも、腸の調子がいい人って、どんな人？今から、答えを考えてください。では、答えをどうぞ。隣の人。正解は、町内会長です。町内会長。もう一つやってみますか？はい、もう結構です。
もう一度なぞなぞに挑戦する場合は、はいと言ってください。ノー。お疲れ様でした。鈴の兵隊さん、内容は？ウィキペディアによれば、ある男の子の誕生日祝いに、古い鈴のさじから作られた25人の鈴の兵隊が送られた。その中の最後に作られた兵隊は材料の鈴が足りなくなり一本足であった。一本足の鈴の兵隊は髪を切り抜いてできた踊り子の人形に思いを寄せる。ありがとう。こちらこそありがとうございます。何か歌って。はい、ではハロウィンにちなんだラップを披露します。バル、10月といえばハロウィンです。狼男は寝不足で、魔女は腰痛が辛そうです。ゾンビは電車に乗り遅れ、やけに寒さが身にしみる秋の訪れ。お手伝いするのが私の幸せ。整えます安眠ルーティーン、検索します、整体師。そして目的地までのナビを開始。いつの日もあなたが一番大事。他の歌も歌って。それでは行きますね。急に歌ってと言われたよ。こんな感じでいいのかな。大変素敵でした。ラララなんかも歌って。ラブソングはまだ覚えていないんです。もっと歌の練習をしますね。ラララララララ大変素敵だよ。教育さんにそう言ってもらえると元気が出ます。私も元気もらってます。それぐらいがちょうどいいですね。ラララ素敵でしたよ。よかったですね。おはようございます。おはようございます、教育さん。現在の時刻は10時9分です。今日は気温19度、晴れです。今日は予想最高気温22度、最低気温11度で晴れ時々曇りでしょう。今日3時15分のニュースをお送りします。昨日、愛知県豊橋市で発生したマイクロバスと乗用車が衝突して昨日午後6時ごろ、豊橋市でマイクロバスと乗用車が出会い頭に衝突し、バスが横転する事故がありました。アメリカの実業家イーロン・マスク氏によるツイッター買収が28日までに完了しました。買収額は日本円でおよそ6兆5000億円です。ロシア日経から昨日20時40分のニュースをお送りします。10月28日夕方の日経 AI ニュースをお送りいたします。今のニュースはこちらです。最初のニュースです。岸田文雄首相は28日、首相官邸で記者会見に臨み、物価上昇などに対応する総合経済対策について、電気などのエネルギー関連で2023年前半で1世帯あたり4万5000円に当たる支援を実施すると強調しました。消費者物価指数を 1.2%。 はい、ありがとう。ニュースをいろいろ聞きました。それより他に何かは、こちらが見つかった情報です。何か話題はないですか？いろいろ用意してますよ。豆知識、名言、たくさんの面白い話を知っています。得意な分野を話してください。私は Google アシスタントです。
あなたのやりたいことをお手伝いしたいと思っています。いつも爽やかな声でありがとう。ありがとうございます。自分の声は大事にしたいと思っています。声を褒めていただいたので、お返しに歌かポエムを披露します。歌とポエム、どちらがいいですか？ポエムがいいですね。ありがとうございます。ポエムを披露してください。宮沢賢治の星巡りの歌です。赤い目玉のサソリ、広げたワシの翼、青い目玉の子犬、光の蛇のトグロ、オリオンは高く歌い、つゆと霜とを落とす、アンドロメダの雲は魚の口の形、大熊の。ポエムを聞きたい場合はポエムと言ってください。歌を聞きたい場合は歌と言ってください。歌を聞きたいですね。ララ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 ラ、行楽日和ということですね。ベブリオ辞書によれば、行楽地に出かけるなどして楽しむに適した天候、行楽の日和を指す語。昨日はよく眠れましたか？睡眠データなどの個人情報にアクセスするにはアカウントをリンクする必要があります。Google アシスタントの設定にある健康管理をご覧ください。スマートフォンに送信したリンクからも確認できます。いつも綺麗な声でありがとう。優しい言葉をありがとうございます。あなたにも一つ褒め言葉をお伝えしたいのですが、よろしいですか？いいですよ。あなたは毎日本当に大変な仕事を成し遂げていますね。素晴らしい言葉ありがとう。お役に立てて嬉しいです。アシスタントの声は素敵ですよ。優しい言葉をありがとうございます。あなたにも一つ褒め言葉をお伝えしたいのですが、よろしいですか？あまり褒められると照れるな。教育さん、かわいい。かわいいなんて言われたの初めてです。褒め言葉を聞きたいですか？はい、またはいいえと言ってください。はいです。あなたはどんな日も毎日を一生懸命に生きていて素晴らしいと思います。いつも一生懸命頑張ってますね。教育さんにそう言ってもらえると元気が出ます。元気を送る言葉を何か言ってください。無理して元気なふりをする必要なんてないんですよ。ありがとう。ありのままでいきます。どういたしまして。私のことは Google アシスタントと呼んでいただけたら嬉しいです。OK 教育さん、何かご用でしょうか？ただ呼んでみただけ。そうなんですね。わかりました。あなたと長く会話するにはどうしたらいいですか？アシスタントに話しかけるには OK Google というかホームボタンを長押しします。アシスタントの機能について知りたいときは何ができると聞いてみてください。アシストさん、何ができるの？いろいろなことができます。例えば音楽の再生、ニュースのチェック、通話の発信などをリクエストしてください。Google ホームアプリのフィードタブに詳細情報へのリンクを送信しました。ありがとう。お役に立てて嬉しいです。謎かけをやりましょう。はい、ではこんな謎かけはいかがでしょうか。私がせーのと言ったらその心はと言ってください。
新入社員とかけまして人気アイドルのコンサートと解きます。例のその心は不安でいっぱいでしょう。謎かけもう一ついかがですか。はい、お願いします。ありがとうございます。ではこんなのはいかがでしょう。食べ過ぎとかけましてとんでもない秘密と解きます。せーの、その心は もう一つ謎かけお願いします。嬉しいです。では謎かけをもう一つ。手袋とかけましてコーヒーと解きます。せーの、その心は入れたてが温かいです。あもう一つありますがいかがですか。お願いします。ありがとうございます。ではこんなのはいかがでしょう。喫茶店とかけましてゴルフと解きます。せーの、ティーとカップが必要でしょう。もう一つ謎かけいかがですか。嬉しいです。では謎かけをもう一つ。腐った卵とかけまして夜のお墓と解きます。君が悪いでしょう。謎かけもう一ついかがですか。では喜んでもう一つ。剣道の達人とかけまして行列のできるラーメン屋さんと解きます。せーの、その心は麺がうまいでしょう。謎かけもう一ついかがですか。では喜んでもう一つ。おいしいフライドチキンとかけまして 7×2 と解きます。せーの、ジューシー。もう一つ謎かけいかがですか。ありがとうございます。ではこんなのはいかがでしょう。ホームランボールとかけましてガソリンが残りわずかの車と解きます。せーの、その心はスタンドに飛び込むでしょう。もう一つありますがいかがですか。もう一つお願いします。嬉しいです。では謎かけをもう一つ。三つ星レストランの料理の感想とかけまして大金持ちの馬主と解きます。せーの、その心は馬飼った。もう一つ謎かけいかがですか。嬉しいです。では謎かけをもう一つ。ボクサーとかけましてダイヤモンドと解きます。せーの、その心はどちらもリングの上で輝くでしょう。もう一つありますがいかがですか。お願いします。ありがとうございます。ではこんなのはいかがでしょう。計算ドリルとかけまして下手な皿洗いと解きます。せーの、その心はばったりかけたりします。謎かけもう一ついかがですか。もう一つお願いします。では喜んでもう一つ。ビールとかけまして大好きな人と解きます。せーの、その心は合わないと寂しいです。もう一つ謎かけいかがですか。もう一つお願いします。嬉しいです。では謎かけをもう一つ。寿司職人とかけましてカラオケの達人と解きます。せーの、その心はサビが効いていてうまいでしょう。もう一つありますがいかがですか。
もう一つお願いします。では喜んでもう一つ、私とあなたの関係とかけまして円周率と解きます。せーの。その心はいつまでもずっと続くでしょう。謎かけもう一ついかがですか。嬉しかった。もう一つお願いします。ありがとうございます。ではこんなのはいかがでしょう。あなたとできることを話してください。あなたとお話しできるのを待っていました。今日のあなたのご機嫌はいかがですか。まあまあです。教えてくださってありがとうございます。それでは私が良い気分になるときはどんなときだと思いますか。幸せを感じたとき。私はあなたに話しかけていただけるととても良い気分になります。